っしゃ来たー、ゆっくりゆっくり。僕今日帰り事故死バオーン誰か一緒に泣きなのかな。もう一発イタリアしてみっよーい、サック出ます。おはようございます。フィッシングエイト京都趣味店中村です。本日は、琵琶湖にやってまいりました。これですね、グラスピースというルアーの1番エイト折りからバスキャンディーを使って、本日は琵琶湖のバスを釣っていきたいと思います。ちょっと私だけではなかなか力不足になりますので、今日はスペシャルゲストを来ていただきました。宮廣翔太プロ、よろしくお願いします。はい、おはようございます。フィッシングガイドの宮廣です。お願いします。どうでしょう、この琵琶湖の、はい、今9月、今日9月の中旬なので、まだやっぱ残暑残って暑いのはあるんですけども、徐々にやっぱり秋めいてる感じはしてきてるんで、やっぱシャローで少なからず動き出してる横に反応する魚もいるんで、まあ、それを狙いつつ、はい、まあ、でもこれから10月にかけてどんどんこういう出番出てきますから、まあ、そういった魚を、はい、今日は探していきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、ワームの釣りが主体の琵琶湖になってるんですけども、今日はこういう巻いたルアーでぜひ釣っていきたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。説明いきますね。はい、南湖の夏エリア、夏エリアっていうのはどんなとこかっていうと、まあ皆さんよくあるそのアウトサイドエッジ、いわゆる水通しがいいんですよね。やっぱ夏高水温なんで、やっぱり少しで水動いて過ごしやすい場所となると、やっぱ一番その流れの芯がある沖のエリアで、そこにあるそのエッジっていう変化ですよね。そこはやっぱその北から来る交流に対してこうよれとか生むんで、そういういいスポットが生まれやすい。そこは大体夏のテーマなんですよ。そこの環境が今4メーターに対して大体まあ 2点何本こうウィードの絨毯できて、こうガチンってこう壁ができて、で絨毯みたいな、そこの壁とか上がったウィードの隙間とこにやっぱりサスペンドしたり、中からもう回らながらこう見てるんで、その上をあえて4-3っていうこの重たいウィード使って、大体隙間が2メーターぐらいになるんですけど、そこをスピナーベッドのスローロールみたいなイメージでやりながらゴーンってやるグラスピースの追加と、まずは、はい、やっていきます。そこはなかなかね、シャローではなくて、うん、そう、あえてシャローじゃなくて、あえてシャローじゃない釣りを、そう、シャローじゃなくてもこの波動が生きる場所ってのはこういう風にあるんで、うん、そう、スピナベのような感じです。こうやってちょっと左前に投げてもらって、ウィードの絨毯の上に入れていきます。あとは外に出してくるコースでこうスピナベのスロールする感じ、うん、で一定レンジで一定スピードでこう巻いてくると、あとはもう多分ゴーンってくると思うんで、引っ掛けていく感じですね。はいはい、僕は今あえてね、トレーラーなしでやってます。ああ、僕はありでやってみたいと思います。結構水がクリアなので、でかつそのベイトがバス稚魚とか、あとハスっこ、まあ、ハスでもサイズ、まあ、小さいハスっこもいれば、ある程度このぐらいのやつもいるんですけど、いずれもやっぱ細身でその波動が弱いタイプなんで、まあ、琵琶湖はもうやっぱりギルっていうよりも、やっぱそういったちょっと細身の弱い波動系の魚がやっぱりメインになってきてるから、まあ、それもやっぱりグラスピースがハマるマッチするところじゃないですかね、やっぱね。どういうタックルが、こう例えばこのシャロー浅いっていうエリア、やったらどのタックルがベストですかね、サオとかリーは。サオは大体7フィート前後の M1 ぐらいのパワー、はい、うん、やっぱ普通にしてますね。やっぱそのウィード周り狙うっていうのもあるし、はい、ミディアムだとね、ちょっとやっぱエビも周りだと負けちゃうかなっていう、うん、ちょっとイメージもあるので、やっぱある程度パワーがある MH、 MH は7フィート、うん、そうそう、それをちょっと基準にしてセレクトしてもらって、はい、あとはやっぱりリールのこのギア比、はい、ギア比、これ大事ですね、結構、うん、ギア比巻き物ってやっぱりタックルが全てなので、うん、それが間違ってたら何もスタートしないっていうぐらい重要な要素なんですよね。はい、その中でグラスピースの一番その水かぎ、ブルブルが一番いいこう感じで生まれるのが、大体やっぱ7ギアを基準に僕はしてます。はい、で例えばラインナップの中に2分の1オンスだけミニブレードってあるんですよ。そうですね、うん、あれはオリジナルに比べたらもう少しちょっとちっちゃいんですよね。はい、
で、ちっちゃいってことは、あの水かみが当然弱いので、そいつに対してのベストな水かみを生み出すのは、僕は8ギアだと思います。ああ。そう。うん、それぐらいやっぱりあのちょっとした、ね、ブレードのサイズによって水を受けるその抵抗感が変わるだけでそのベストなそのギア比が変わってきちゃうから、はい、うん、こう、まあ、そういった感じで使い分けてるのと、あとはね、例えばちょっと追いが悪いから、はい、レンジ入れてゆっくり巻きたいときは、うん、あえて6ギア台、うんうんうん、まあ、ノーマルギアですね、はい、いわゆる、うん、そこら辺まで落としてレンジ入れてあげる、うんうん、っていう使い分けが一番ベストかなと思います。ラインはだいたい何本ぐらいなんですか？僕はプロの16キロですね、うん、ただ北とかって、はい、めちゃめちゃ高いですから、振るじゃないですか。とんでもないですけどね。あと食い方が結構凶暴、もう丸飲みとしたりとかするから、はい、その時はもう18とかでも全然いいと思います。全然20とかでも、うんうん、その辺はもうあのリンクの辺に、うんうん、まあ、でも基本はまあ16ベースで考えてもらったら、うんうん、ミニブレード僕今投げてるんですけど、うんうんうん、ギア比は、これはダイワさんのジリオン SV っていうリールなんですけど、はい、先ほど言った通り 8.5、うん、一番ギア比が高いここですかね、 8.5 になってます。一番ギア比が強い。その代わり、先も見上げた通り、これはミニブレードですね。一番ブレードがちっちゃいブレードになります、うん、なのでこのブレードを引くときはやはりこのギア比のリールが一番ベストではないかなと。間違いないですね、思いますね。うん、そのルアーの受けるその水の噛み方というか、はい、噛み具合によってそのベストなギア比をチョイスするかで、うん、はい、もう本当にそのルアーが生きるか死ぬか、うん、本当に命を宿るか、うん、本当に出ますよね。出ます。ね、本当出ますよね。出ます。人間化の感覚でいくと、うん、そんな変わらへんやんみたいな感じなんだけど、魚からしたらそのちょっとした水の噛み方とか、うんうん、逃がし方のをやっぱね感じて見てますからね。あれはすごいなって、僕もその巻物やる子の中でめちゃくちゃ感じてるところです。うん、ね、リールのギア比、特にローギアリール少なくなってきてるんですけど、うんうん、絶対言いますからね。絶対言います。するには絶対に、うん、本当に。やっぱこの釣りって、まあ、シャローでやること多いじゃないですか。はい、やっぱ何が面白いって、こう狙う目標物、例えばエビモンパッチだったりとか、あ、そういうのが見えてるじゃないですか、うん、そこがまず面白いですよ。で、そこを自分の頭で考えて、あそこを通したらいいんちゃうかってこうね、グッて入れていって、そのゴーンってきたっていう、その過程が、ね、最高じゃないですか。ダイレクトに見えてるし、ね、考えてるし、はい、そう。最近のも最新デバイスの魚探の釣りっていうのももちろんいいと思うんですけど、今言われた通りこう五感で感じて自分でこうだと思ってやるっていうバスフィッシング、これが一番こう僕も面白い。まあ僕もあの巻き物ばっかやってしまう人間なんですけどその感覚がもう最高ですね。これからの10月11月のね、お、来ました。お、これ来てんじゃね。違う、違うか、あ、違った足のあれですね。絶対流さないでくださいね。恥ずかしいんで流さない。これから9月、10月、11月とかですね、うん、やっぱりいずれもトップが絡む時期ですよね、うん、これが一番メインになるかなーなんて思います。僕もね、知らなかったんですよ、はい、うん、で、伊藤さんと出会って、はい、一緒に釣るときに、まあ、こういった質問だったり霜があったんですけども、うん、はいはい、普通に通せますよって、いやいやいや、そんなわけないじゃないですかって。そんな常識ないから、そもそもが、ね、そう、で、ルアー借りてだったらスルスル通るから、もう今までめっちゃ損しとったわ。そうそう、ね、なんじゃこりゃと思って、結構まあまあ衝撃でした。衝撃でしたね。ほんと言うつもりだな。そうですね、今僕も今このウィードの物の中ですね、グリッて入れてきてますけど、ね、こんなもん普通のルアーやったらガンって引っかかって、そう、もう釣りに終わりです、ね、はい、ならない、抜けてきてくれるんで、今まで攻めきれなかった、モヤモヤしてたところ自分の中で ね投げれなかったところですよね。そうもう全然通しちゃうんで、これで今回はもうしゃあないなぐらい。そうですね、宮城さんの巻きスピードでもそんな速く巻いて、うん、こんな浅いところで食うんかって皆さんね思われるかもしれないんですけど、はいはい、全然来ます、ね、うん、今、坂本さん何オーツか。僕今2分の1です。ちょっと2ぐらいだね、はい、うん、僕は今、ね、4-3 のオリジナルプレートやります。お互いちょっとこう探る感じで、探る感じで、はい、うん、結構4-3って聞いたら、うん、なんかこうボート用みたいな重たい、うんうんうん、複
深いとこよみたいな思う方もいらっしゃるんですけど、ヘビーナがその受け方しますね、はい、うん、ではなくて実はシャローで使えてしまう、かっこいいのはやっぱり引き上がりがいいロアなんで、はい、だからこそ、その 4-3 ってウェイトを乗せれたっていうのもあるんですよね、うん、今って7ギアぐらいで、はい、例えばこのぐらいの普通巻きぐらい、はい、で巻いた時は多分ね 1m50 ぐらいを走ってる感じです、うん、僕の中では。で2-1とか8-3になってくるとそれがもう少し同じスピードでもちょっと上のレンジになってくるっていうことなので、うん、だから今ここが、はい、空間が 1m あるかないかだから、はい、まあえてこのちょっと 4-3 で 1m ぐらいのところ、ちょっと僕はかなり下の層を攻めてるような、はい、逆に僕はちょっと上の方を探ってるっていう形ですね。そう、もうさ、で、食う食わないがめちゃめちゃあるなっていうのをすっごい痛いぐらいもう体験してるんで、そう、普通パッと来た時にそんな水深1メーターのところでそんな差なんて出るわけないじゃんってみんな多分思うと思うんですよ、はい、全然出るから、本当に。だから僕聞かれるの8-3と2-1って宮野さん、ウエイトの差はそんなんないし、巻いた感じ全然同じぐらいの層いってますよこれって言われるんですけど、でもよく見るとやっぱわずかに違うんですよ、数十センチ同じスピードで巻いてる時でもね、だからその差が出るんですよっていうことなんですよ、しっかりね、そうそうそう、だからそのラインナップが存在してますっていう意味があっての 8-3-2-1-3 あるんで、すごく奥深いですね、このね、こうパッと見チャタスピナーベイトみたいなこのね、うん、ルアーなんですけど、見ますかね、これにはすごく意味があるという、はい、形、まあ、投げた時にはブレードがこうこうなってくるかな、で空気抵抗もなくなって飛びやすくなって、うん、これでかわしてくれる、で今トレーラーついてて見にくいかもしれないですけど、針がものすごく大きいんです、すごい大きい針がついてます、なのでこの大きい針がついてるんですけど、さっき見話した通り引っかからない、うん、っていうこのちょっと矛盾したそうす、ね、ところですね、うん、このルアーの凄さっていうのが分かっていただく、うん、はい、ぜひ、はい、それではグラスピース、グラスピース実はこう今使っていただいた通りこうトレーラーなしっていう使い方もあるんですけども、トレーラーをつけて、巻くっていう方法ですねもあります。そしてこのトレーラーの付け方っていうのに実はちょっと肝がありまして、そちらの方をちょっとですね、宮広プロの方からちょっと説明していただきたいと思います。はい、では私は、はい、今これあれですよね、雪友流ですよね、雪友流ですね、それ、ね、はい、頭だけ今どんな、まあ、1センチちょいですかね、 1.5 センチぐらい入れて、うん、まずはでそっから1回出して、で最終的にまあこう、まあ、合わせ持ったところですよね、こっからこう出す形で、抜くと抜いちゃう、うん、となると、まあ、フックは今こう走ってるんですけど、まあ、普通に投資出したら、まあ、こうかな、うん、あのワームが行くはずなんですが、あえてこの組んだとこの組み方した場合にちょっと上にこうケツ上がりというかなるんですけど、まあ、実際泳いだ時が、こう差し方することによって実は水平になるんですよね、巻いた時の、水平姿勢がより美しくなるっていうのがこの差し方っていうところですね、うん、あとトレーラーの種類とか、まあ、サイズ感なんですけど、そうですね、一番ちょっと分かりにくいとこかもしれないですね、そうですね、はい、まあ、自分がよく使うのはやっぱこういったあの、まあ、ピンテール系というか、うん、あの抵抗がない、ボディとかパーツのものですね、例えばこれは坂本シャットの5インチ、5インチですね、うん、はい、とかあとは、デスアーダの5インチとか、はいはい、まあ、そういった、まあ、ボディが通常の、まあ、あのベイトフィッシュボディして最後にこうピンテールになってるようなも の, あの、まあ、つまり抵抗がないものですよね、うん、はい、例えばホグ系とか、まあ、バタバタ系をつけるとこのなんていうのレスポンスですかね、うん、水上がやっぱ弱くなっちゃうんで、うん、キビキビ感が下がっちゃうんですよ、うん、やっぱり当然ハイピッチでビリビリビリってあの振動を受ける方がよりいいアクションなので、それをやっぱり最大限のパフォーマンス出すにはこういったタイプのものが一番ベストということで選んでます。あとサイズ感も、うん、まあ、これ以上、まあ、大きい 6,、まあ、6までは使うんですけど、はい、例えばまあデスアーダの6とか、はい、うん、まあ、ほとんどのが、5インチ5です、うん、うん、まあ、というのも、まあ、ベイトフィッシュのサイズに合ってるっていうのもあるし、うん、まあ、これでセットした時にもこうちょうどしっくりくるまとまりがいいですよね、まあ、ね、非常に綺麗ですよね、そうそう、うん、そうなんですよ、これでも十分あのサイズもあのシルエットのアピールもあるんで、
まあ、これがよく対応するパターンっていうところですかね、はい、なるほど、うん、トレーラーはそういったところです。ちなみにこうやっぱりカラーは今こうやってこうちょっとトレーラーに合わせてますけど、うんうん、やっぱり似たようなカラーで合わせた方がベストだと思いますね。まとまりがいいので、うん、うんうんうん、まあ、今ちょうどねたまたまなんですけどすごい色が合ってる最高なカラーリングになってるんですけど、うまそうです、はい、まあ、こういう形で、うん、ぜひねトレーラー選び方とか差し方ですね、うん、やってみてください、はい。来たー、ゆっくりゆっくり、前で落としたね、バコバチコーンになってね、前で、よいしょー、水面でボーン至りましたついにやったらした、水面でめっちゃいい音した今。バオーン！ナイスナイス。すげえいい音。なんか誰か石投げたのかなって。いやいや、あの思いましたね。ね、自分で投げたって何やボイルしたのって自分のでした。ええサイズ。決まった。遠いっすねまたね。遠いっす。魚っすね。魚。まあええ食い方してくれた。うん、ありがとう。綺麗な魚やな。いや本当に。綺麗、うん、そろそろか。バワ。見落としましたね。なんて言ったらマーバレンスですね。マーバレンス。か。うん、もうがぜん釣れる気しかせん人間とはもう分かりやすいもん、不思議なもんでね、はい、うん、釣れる気しかせん、うん、お、来た来た来た、2匹目来ました、2匹目来ました、あ、これだぞ、いい、あ、これでかい、よし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 、おー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 、食った瞬間見たかもなんかギラーンってこう、そこ、そこでしたね、ですよね、はい、うん、僕今日帰り事故しに事故するんちゃうか何しよう、すごい深いわ、うわ、全部、いや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 、もう一発イタリアしたミニブレード、ミニブレード2分の1オンスですね、スペシャルカラー、トレーラーなしです、スペシャルカラーバスキャンディ、来た来ました、そういえば用意策出ます、この水が釣りかけてます、元気やな、元気、まだまだ暴れるんですよ、まだほら、まだ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 、あー、よし、よいしょ、51かも、もうそうっすね、51っすね、はい、ですね、おー、おー、パワーがすごいな、すごいな、ミニギオンも多分追いかけてきてたのか、そうっすね、ね、かなり、ミニギオンが多分遠くから作ったもんね、そうっすね、追いかけてきて、これがなんかパッチのこういうエッジ、うん、うん、似て、下からギョン、うんうん、余裕持ってきてるもんね、あんな食い方してくるからやめられへんのっすよね、この時まで釣りがマーでは絶対味わえ、目で見えて音も聞けてトップでもないのにあんな出方しますよ、本当ですよだからかなり下から効果見つけて突進してきてますもんね、うん、ドラマっすね、ドラマっすね、本当ね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、すごい日でしたね、ドラマですね、ドラマでしたね、しびれましたね、はい、もうちょっとこの、1番8スペシャルカラーです、うん、このよっバスキャンディ、これで炸裂というところで、あ、もうもちろんね、ミハルサムの力があっていうことですけども、本当にもう素晴らしい、こちらこそありがとうございました、まあ、簡単に今日総評と、そうですね、はい、お願いいたします、
まあ、今9月中旬、今今日も日中そうでしたけど、本当に太陽強くて、まあ、ほぼ夏でしたよね。夏でしたね。はい、なので、まあ、今日はやっぱ水通しと、あと、まあ、その流れ込みとか、まあ、水がいい水が動く場所を狙っていったんですね。だけど、まあ、ここから10月になってくると、もっとその巻物の釣りっていうのが良くなってくるんですけど、今みたいな水通しもそうなんですけど、まあ、普通常のそのワンドの中とか、はい、そういった場所も全然適水温になったりきたりして、魚が動いてくるので、はい、狙える範囲はどんどん広がっていきます。はい、ただ一つ本当に分かりやすいのが、今日もそうなんですけど、目で見て、場所が分かるんですね、この釣りって。やっぱエビモがそうなんですけど、なのでおかっぱりだとしても、マイボートだとしても、レンタルボート出ても、本当に魚探なくても、全然目で見て、あ、ここ良さそうだな、ここガスピース通せるな、っていうのでも全然いいんで、それで楽しめるゲームだと思うから、チャレンジして、秋の巻物を楽しんでもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。もう本当にもう、まあ、単純に投げて巻く、そしてあのような魚がドバーンと激しく出てくるっていう、ぜひね、この楽しさを皆さんにもぜひ味わっていただきたいと思います。はい、では本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、一番エイトチャンネル最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひですね、面白かったという方は、高評価、チャンネル登録、こちらの方よろしくお願いいたします。